パリ十二区の一パリ十二区の一パリの十二区はフランスの首都パリ市を構成する二重の行政区の一つである第十二区パリ十二区とも言う市の南東部に位置しておりバンセンヌの森を含むセーヌ川の北岸に面しているパリの十二区は市の南東部にある行政区ルイークと呼ばれることもあるセーヌ川の北岸に面しており ペリフェリック外の番宣具の森を含む20区のうちでは面積が最も大きい。人口は136,591人1999年。人口の推移等詳細については口述。フランス革命のバスティーユ襲撃の発端となったフォーブールイコールサンタントアーヌ界隈。左側が11区、右側が12区。区の名称は 市の中央部から時計回りに螺旋を描くようにして、各区に付けられた番号を元にしており、東区は、その12番目に当たることから、12区と名付けられた。オペラバスティーユ、リヨン駅のほかセーヌ川に沿った地域には、経済、財政、産業省、パリ交通公団本社、シネマテークフランセーズ、ベルシーアリーナ、ベルシー公園などがある。また、バンセンヌの森には、 パリ動物園、パリバナ公園、バンセンヌ競馬場、ジャック・アン・クティル自転車競技場などがある。パリ12区の詳細地図12区は、パリの南東部に位置している。セーヌ川の北岸に面しており、ペリフェリック外に突出するバンセンヌの森を含む。面積は16.32平方キロメートルで、20区の、うちでは、最も大きい。バンセンヌの森を除くと、 面積は6.38平方キロメートルとなる。北は同じパリの行政区である11区に接し、北東の一部は20区に接している。南はセーヌ川を挟んで5区と13区に接している。5区に接しているのはオステルリッツ橋伊勢のわずかな距離で、糸は全て13区に接している。東はバンセンヌの森の突出部を除き、ペリフェリックに沿う形で、 パリ市の境界線が敷かれ、バルドマルヌ県の3万で、シャライコールルイコールポンの各自治体に接している。西は4区に接し、北西の角はバスティーユ広場となっている。バンセンヌの森は、ペリフェリックの東に向けて、都市粒を形成しており、西を除く、全方向をバルドマルヌ県の各自治体に囲まれている。北西は3万で、北はバンセンヌ。 北東は、フォントネスイコールボワ、東は、ノジャンシュルマルヌ、南東は、ジョアンビルイコールルイコールポン、南は、サンモーリス、南西は、シャライコールルイコールポンの各自治体に接している。カルティエ・デベルシー12区のカルチエ・パリの行政区は、それぞれ4つの地区に区分されている。12区を構成する4地区の高度と名称は、次の通りである。十二区の人口は、 1962年には16万1574人となり、ピークに達した。その後は、減少を続けたが、1990年の13万257人を、そこに、再び増加に転じ、1999年には、ピーク時の15%減の13万6591人となった。2005年の推計では13万8300人と、 見積もられており、人口の増加が見込まれている。また、人口の減少とともに、人口密度も減少しており、1999年の人口密度は、ピーク時の15%減の2万1419人となっている。人口の推移の詳細は、次の通りである。1860年に、ティエールの城壁内のコミューンの全部、または一部がパリに併合されたが、 現在の12区付近では、ベルシー及びサンマ万ンでの各一部が併合された。この時、これらの領域と、休業政区のハックの概ね半分を含む形で12区の区域の設定が行われた。バンセンヌの森は、1860年にナポレオン賛成によって、パリの土地となったが、公式に12区に併合されたのは、1929年4月18日でくれ、 によってである。ララペガシのフランス財務省、第12区役所番宣ヌ城。厳密には12区に隣接する、番宣ヌに属する。近隣には、ヨークンルイ15世の摂政オルレアン公フィリップニセイラ、オルレアン家が所有した、バニオレ城跡がある。ベルシー公園道ベルシー公園内の、パリ気象協会建物、ルイポールイコールペル,ペルナン庭園の橋プロムナード、プランテから見る。 パリ十二区役所界はイベルシーガシ、シモーヌド、ボーボワール橋場を十三区側からの眺めセーヌ川に架かる区内の橋は次の通りである。パリの広場はしばしば2以上の道路が交差する場所に位置し、中心の島を道路が周回するロータリー上の交差点となっている場合が多い。中心の島部分は、 オベリスクや緑地等に利用されている場合もあり、エトアール外線門があるシャルルド・ゴール広場は世界的に有名である。12区の広場や交差点には次のようなものがある。ありがとうございます。